こんにちは、ヨギャン中村です。今日は、3D CAD のケーススタディ2ということで、アリですね、縮地継ぎ手のアリをですね、作ってみるというのを、やりたいと思います。作るのはこれですね。このアリのモデル。まあ、こんな感じのものをですね、実際に作ってみるというのを、やりたいと思います。では、よろしくお願いします。また、この新規作成のところを押すんですが、実はここポチッとして、十進数のミリメートル選択してください。で、そうすると、もう自然とミリ単位で、これ精度が0になっているので、まあ0.1ミリまでにしておいてください。で、またこのおっさん消しますと。で、今回アリを描くので、まず木材を描きます。105の、3640と、ドンと。で、今、これとただの平べったいものができたという感じですね。で、これに厚みを出してあげます。で、このプッシュプルツールですね。で、この面を選んでギューッと105と数字を入れます。すると、105×105、105×105、ここに数字が出ますね。で、長さが3640というものが、角材が出来上がりました。で、ここに、オギを書きましょうか。で、まあ、とりあえず適当に動月書いて、芯を書きたいと思います。で、このガイドのツールを押して、この線上ですね。この線上のどっか適当なところを押して、こういきます。で、自然と真ん中のところでピッて止まってくれるので、で、数字も52.5ってなってますね。なので、そのまま押してあげます。これで芯書きましたと。で、またガイドで、この基準から15ミリいったところと、アリの頭50にしましょうか。50。で、この50のところですね。ここから、25ミリと、25ミリと。で、ここですね。ここは15ミリ、15ミリと数字を打ってあげます。で、ビット、ビット、ビット。と。これ、こうやって線ついたまま、これ、消えない、離したい、なくしたいというときはエスケープを押してください。そしたらこういうふうに離れます。で、またこちらもピッと押しておきます。で、これで上面ができました。で、次に側面を描きたいので、ぐるっと横に回してあげて、ガイドで下に線を描きます。ポッと。これも下まで。これ青い線になっているときはまっすぐ降りてるっていうことですね。もう一回やりますね。ちょっと上にずらしますか。ガイドを押して、ここですね。このポイントからこうまっすぐ。これ青い線ですね。青い線はまっすぐ降りてるっていうことで、こういうふうになってるとつかないんですよ。で、こういうふうになってたりとか。で、これも、ピタって勝手に止まってくれるような感じになるので、まあ、青い線だったらまっすぐ降りてますよと。で、これもまっすぐ降りた線。で、この線が上から50ミリと、この線は真ん中より下ですね。ピッと。で、あと高さが、ここ上から50ミリと。で、この線を引いてあげます。ちょっとこの出っ張ってるところいらないので、この選択ツールを押して、これ、ここ、こういうふうに、こう、ポチッと。選んだ分青くなるので、そしたら、デリートキーで消してあげます。で、反対側も書きます。で、ぐるっと回して、
同じようにガイドのツールで下まで下ろして、下まで下ろして、でこれ上から50も先に書いちゃいます。上から50と。はい。で、ここはここまでで、これが下までで、あ、逆だ。これが50までで、ここはここまでと。あと、この50度でこうやって結んであげますと。で、裏側に行きます。裏側、あ、出ちゃった。裏側は、これですね。これと、これ、を結んであげます。これで、出来上がりましたと。で、これじゃあ、いらない部分取ります。って言ったときに、これポッとしたら、こういうふうに中身ないんですよ。こう、表面しか書いてないですよ。中身がないので、こういうふうになっちゃうという感じになります。で、まあ、とりあえず一回ここ消しちゃうと、で、この線も消しちゃいますね。選んで消すみたいな。で、デリートキーですね。で、なんか間違ったらすぐ戻るボタンを押してください。例えばこれ間違って消したら、コントロール Z で戻れただけなので、すぐに戻ってください。いらないものを消しましたと。で、するとこういう感じの、なんでしょうね、表面の折り紙っぽいものっていうか感じになるんですけど、で、今度このプッシュ&プルのツールで、これを下げてあげますと。で、この時に、このまま下げると、なんかこんな、なんかよくわからんことになっちゃうんですよね。で、この時に、プッシュ&プルを押して、Mac だとオプションキー、Alt キーとかだと思うんですけど、Windows だと Alt キーかな。押してあげると、このプラスマーク出るんですよね。このプッシュのボタンにこうやってプラスマークが出ます。プラスボタンが出るので、この状態でギュッと押すと新しく面として作ってくれるんですね。で、これを50まで。ここでこのフリーの状態でキーボードで50って押してあげてもいいし、この状態でここですね。このマウスの先端をこのピッと角に押してあげると、ぴったり押したいとこまで伸びます。あと、ここ空間になってますよね。ここ空洞になってるんですよ。ここ。これ空洞だとまずいですよね。で、これどうするかというと、鉛筆のツールを押して、どっかここを適当にピッて結んであげると面ができると。これも、まあこういう仕様なんですよね。この面がないときは、こうやって斜めに引いてあげると、この線が斜めだと邪魔なんで、どっかここをまっすぐに、こことここをピッて結んであげると、こういうふうに埋まるという感じです。まあ、これどこでもいいんですよ。ここでも、こっち側でもいいし、というふうに、こういうふうに、まあ、うまく言えないですけど、こういう仕様って感じですね。この面がなくなったときは、このどっか4辺あるうちのどっか1つの線引いてあげると、この面ができるという感じです。これで完成ですと。で、これ、このガイドの線、邪魔くさいですよね。じゃあ、ガイドの線なくしたいよっていうときは、ガイドの線もこうやって選んで、デリートキーを押したら消すことができます。まあ、そうじゃなくて、その表示させるのをなくしたいという場合は、このメガネマークですね。メガネマークを押して、ガイドっていうのをなくしてください。すると消えます。この青と赤と、あと緑の線。これ軸っていうものなんですけど、これも軸っていうのをポッて消すと、軸も消すことができます。あと、寸法を書きたいので、寸法は、またここの、ポチポチポチのところ押して、寸法。これをこう、こっからこれと、こっからこれみたいな。ここと、まあ、ここと。あ、で、こういうところ、点と点でしかないので、ここって点がないですよね。この面に対して点がないので、ここわかんないんですよ。こういう時はですね、ガイド復活させてあげてですね、ガイドを復活させると、こことここって点があるので、これで分かるという感じです。分かりますかね？寸法、ここを押した時のここがどこまでっていう、
点がないので認識してくれないんですよね。なので、そういう時はガイドで書いてあげるというか、ガイドで点がある場所、ここ点がありますよね。点がありますよね。っていうところをですね、ガイドで点、ポイントをつけてあげると、こういうふうに寸法を書きやすいと。あ、寸法が出てくるという感じになります。はい。ということで、まあ、これでアリのモデルですね、の方を作ってみました。はい。では、今回は以上になります。ありがとうございました。